聞いてじゃあ食べないよこの人。食べるよ、ゆっくり食べたいんです、そんな大事だから。バク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 食べるよ。残してたら食べちゃうもん。食べるよ。ひどいよね。だってさ1ヶ月置いとくのとさすぐ食べるのどっちがいいですか。じゃあ1ヶ月も置いてないよ。置いてるよ。これは2週間くらいだけど。いやゆうちゃんってマジで食べる気配ないんだよね。だからいつも賞味期限さもったいないんだよ。もったいない。やめた方がいいよそれ。やめた方がいい。やめた。私なんか変なこと言った。変なこと言ったりら言ったでしょ。おかしら読めたもんねえ、もらないで。もんなもんな。マジで何も面白くないんだけど。マジで今み聞こえたよ今。やめた方がいいよって。いで自分だけをつぼってるの。みんなハテナマークだよゆうちゃん。みんなじゃない。今の気になったよね。やめた方がいいよ。待って待って待って、何が受けるのか全然わかんない。受けるよね。結構リーちゃんのイントネーションで日頃つぼる。いや本当にやめた方がいいと思うよ。あの賞味期限切らして食べるの癖でしょ。いや私食べてないか捨てちゃうもん。怖い、お腹壊すのやだ。食べてないじゃん今も。食べてないよ。うん食べてないじゃん。食べてるじゃん。どれよ。昨日もあなたドーナツ食べたでしょ。賞味期限切れてる。食べたよ今日の朝。食べた。賞味期限書いてないもんあれ。いやいやいや買って3日目よ、うん、ミスタードーナツ買って3日目に食べるやつ聞いたことないで、なかなか、うん、ほらこれももうすぐで賞味期限切れるのよゆうちゃん。食べないとダメだよ。だってしまったこと知らないもん。どこにあった存在すらも知らないでしょ多分、うん、ほら良くないですよね。食べたいのに食べたいのに。あった存在は知ってるよ。でもゆうちゃんがもう食べたかと思った。あと1個しかないって言ったから。ゆうちゃんは食べる食べるって食べないから、私はもう食べちゃうんです。ほら賞味期限も食べれるって言ってるじゃん。美味しくないよ。味わかるでしょ。美味しくないよ。でも賞味だもん。消費じゃない。いや私は美味しい時に食べたい。そんな美味しくない時に食べたくないっていう、こういうくだらない喧嘩バカする。久しぶりになんかこんな言い合ったわ。いや量もうまくない。そんなん人の自由やん。小栗ゆいも食べてたからな。正解。人のことは打ち合いかん。七瀬とかも食べるよ多分。いやゆうちゃんってそれが1回とかじゃないよ。もう何回も何回もよ。もったいないんだもん。だってだから食べないよ。だからその前にって言ってんじゃん。いつもいつもよ。そういうのをいつも言ってるのに聞いてくれないから、多分もうね諦めた。いや食べれないと思ったら捨てといて。なになに。どちらかといえばゆうちゃん派ですって。でもどっちでもいいんだよ。ものによるさ。いけると思っていけない。ドーナツは食べれそうだったけどね。分かんない。食べ物に関してあんまり詳しくないから。かくの疲れた。もうちょっとしたらドボンするから待っててもろて。今は提出物を書いています。秋葉原。
賞味期限切れのインスタントラーメンでお腹壊したこと。誰かさ、ファンの人さ、冷蔵庫にさ、うん、2年くらい放置してあったコーラ入れてたみたいな話したけど、最近誰だったっけな。でも飲み物も普通に飲んでたからリーちゃんに言われて知った。いやバイオだってもう言わないけど怒られそう。これ以上言ったらもう知ってるでしょみんな。知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。いややばくない、飲みかけのペットボトル5日くらい冷蔵庫に入れてんのはやばいから本当に。分かんない、それが普通だったから。うん、胃は強いと思うけど、それなりに壊すっちゃ壊すけど、いつ壊して何で壊したか覚えてないから何でもいいんだよね。よくないよね、みんな言ってあげても。5日はやばいよ。5日後に飲むからね、それゆうちゃん。もうやめたじゃんそれは。でも1日になった。それはもうこれは私が何も言わずに勝手に捨ててます。そう、心配だから言ってるの。お腹壊したら元も子もないじゃないですかね。ね、ガサツなのかなこれって。ガサツっていうかズボラ。でもそこはもう治ったよ。ね、潔癖症なのに賞味期限には疎いんだね。うん、そんな潔癖かな。でも自分で言ってるよね、なんか日頃から。ゆうちゃん潔癖なんだよねって。いた。潔癖だと思ってたけど、そんな潔癖じゃない気がしてきたけど、潔癖かな。潔癖じゃないと思うよ。常識じゃ、常識っていうか、ある程度。分かんない。でも最近電車の電車つり革とかあんま使わないし、つかまないようにしてる。ねえゆうちゃん、最近このお菓子さ、やなんでゆうちゃんの周りにこのお菓子が多いの。それ神奈川の時のだよ。うそ、うん、マジ食べていいよ。小田って潔癖なんだ。小田は潔癖、めっちゃイメージある。知らなかった。だからこういう出かけ服でベッドとかは入らない。私もそれは入らない。それは入らないでしょ。でもホテルだったらいいんだよね。ホテルだったらいい。なんでかって自分のベッドじゃないから。なんか布団をめくって入りはしないけど、そのシートの上で寝転びはする。私ホテルも嫌だ。寝転びはするけど中には入らない。中で寝るから。でもホテルの部屋とかあれ裸足で歩きたくない。私歩けるわ絶対そっちの方が汚くない。分かんないけど難しい、人によるよねこの違いじゃない。いやでもゆうちゃんにやられて嫌なことあるわ一個。何？普通にベッドを帰ってきたまんまの靴下でドンドンって乗ること窓開けたいやん。
窓開けるときに。自分も嫌ながらやってるよ。だから私はさ、ちゃんとさ気を使ってさ、あの飛び越えてんのよ。だけどゆうちゃんもね、飛び越えられない。ドスドスでいくからちょっと嫌だ、うん、あと私はなんかすごい着てるものに関してはなんかちょっと潔癖ではないけど嫌かもしれない。ん？だから例えば寝巻きも、うん、そう、そう、1日来たらもう洗濯行きとか。なんか、まあ、洗濯物も外に干したくないとか。それはそうだよ。ん？それはそうよ。嘘。でも洗濯だよ、外に干す方がいいって言うじゃん、洗濯物って。なんか私は逆に干したくない。なんか変な菌とか虫とかいそう。それは干したくないよ。だからでも乾かないよ。岐阜なら許せる。なぜ何の違い。空気良さそう。かゆい。虫がつきそう。わかるね。わかるよね。とか、まあ、人それぞれですよね。ね、ゆうちゃんは真面目に書いてるからいらないってしてくれない。喋ってるよ。明日も早起きだ。勉強してないんよ。配信で勉強とかも高校生以来してないわ。明日は何時起きでしょうね。割と早め。最近さ、マジ危なかった話していい？最近さ、今私たちのさ、なんか窓にさ、鳩の糞がついてるんだけどさ、もう少しでさ、鳩の糞と私たちの洗濯物が衝突しそうでマジ危なかったっていう話。鳩なのあれ？鳩じゃないの？わかんない。カラス？いや、あれは鳩の糞だと思う。なんでわかるの？なんでわかるの？知ってるから。知ってるから。沖縄って結構鳩の糞いっぱい落ちてる。色的に鳩の糞。黒髪の生写真出してね。多分出さないと思う、もう。生写真。もう生写真撮らないから、多分今着てるものでも終わりじゃないかな。セルフ生写真は黒髪で撮ったから、お買い上げいただいていただけるならもうセルフ生写真だけでも。私も多分なもう全体撮影ない。え？おいおいおい、怖いんだけど。やめてやめて。大丈夫、ちゃんと
ちゃんと走るわ。ちゃんとパンツはパンツじゃなくて走るわ今。黒パン履いてるから走るわ。びっくりした。危な怖い怖い。大丈夫だった？大丈夫しょ。痒い、ね、痒いよね。ワイもえ、ねえもうなんか腫れてるんだけど全部、菌が入ってるのかな。もう消毒した？してない。ええ、もうかわいそう。リラの足事務所に消毒あったでしょ。うん、あったけどめんどくさくてダメだ。やばい、リラの足腫れてる。怪我してないとこまで腫れてる。お風呂入りたくない。入んないと。でもそれこそ洗わないとさ、よくない。お風呂入りたくない。お風呂入りたくないよ。これ絶対痛い。これ染みそう。叫びながら入ればね。その感覚がもう小学校くらい以来ないから怖い。痛そう。うん、傷パワーパッねえ、マジ腫れてんだけど。何腫れてんの？どう転んだの？結構なんでその靴で行ったって思ったもん今日。でも時間なくて、いつも履いてるなんか黒いショートブーツを履くのがめんどくさかったその結果がこれですね。やっちゃったね。ジュクジュクしてる。ジュクジュクしてる、ね、こういう時って絆創膏貼んない方がいいっていうよね。やっぱ流血してたから貼っちゃったのよね。痛いの今は。痛い。一枚描いたからどうしようかな。今日の服かわいいね。だってりーちゃんのん？いいねって服。ありがとう。魂飛んでってますよ。怖い怖い。飛んでってますよ。今ちょっと魂抜けてた。うん。この辺にある。ゆなちゃんの服も可愛いんだが。ゆなちゃんの服これ最近買ったやつ？うん。上はね、赤ちゃんなんだか。おやすみおやすみりちゃん。こうやってやるのかな。猫にもこうやってやる。いっちゃおやすみ。寝ちゃった。笑ってんのやめて。赤ちゃん。
最近仲いいよね。は？より。はって言うなよ。無視しないで。喧嘩の原因これ一個ある。無視しないで。リーちゃんが無視する。リーちゃんの真似。ねえやめて。嫌でしょ。いや。リラの真似しないでくれる？ねえ。もうやめてよ。眠いの？何タイムこれ？うちなタイム？うちなタイム。うちなタイムなう。眠たい。何時に寝たんだろう昨日。記憶にない。起きた。かっこいいこれ。今日は緑のニットに。何？リンガムチェックかなこれ。スカート履いてみた。ゆうちゃんに言いたいことがある。はい。リラのことをリランチュって言わないで。なんで？私リランチュじゃないから。何人中？宮田とリラ。でも可愛いじゃんリランチュって。じゃあリランチェのリーダーって呼ぶね。リランチェのリーダーって呼ぶ。それこそ名前より長くない？リランチェのリーダーって呼ぶの。これからリーディにするじゃん。誰もリーディ。リランチェのリーダー略してリーディ。え、そうだよね。うなとりどんって呼ばれるようなもんだよね。どう思う？うなとりどん。うなとりどん来て。ちょっと怒るって。怒んない怒んない。リランチとは一緒に住んでた。じゃあそういうことじゃなくて。そういうことじゃない。トボンヒラコ。語弊があったね今の言い方。そういうこと、そういうことじゃなくて、リランチじゃないよっていうくだりがあるのよね。そう、毎日リランチューって言うと、リラはリランチューじゃないんだ。リランチューはリラのファンの人なんよっていうくだりがある。ドボン開いて。久しぶりにやっ何やってんの。なんか今ちょっといや面白いコメントがあったなと思って。ワクチン打ちやすいねって。違う。うなとり殿どんちょう。どんちょうって何。どんちょうって読むかなこれから。うなとり殿のどんちょうって。結構ハマってて草嬉しそう。うなとり殿のどんちょうやばい。どんちょうだよ。どんちょうって何か分かんない。11分30秒で押してください。どんちょうやべ。どんちょうって何？だからうなとり丼のどん、あ、そういうこと。体調の証拠がだめよ。うなとり丼のどんちょうってやば。まだリランチの リーダーの方がいいわ。マシじゃねえか。うなとり丼のどんちょうはやばい。嬉しそう。あんまりうちには響かんかった。どんちょうよ。だからリュウちゃん理解してないからよ意味が。最上級になってる。カンタカンカンさん、キングサットマーク、リランチさん、とトラトラとクフカワさん。なんでおんねんリランチュ。リランチュのリーダーしっかりして。
うなとり丼誰もおらんのだが。うなとり丼、うなとり、じゃリランチュ組んだって言ってるようなもんと同じじゃないの。違う。なんでって。リランチュのリーダーしっかりしろって怒られたぞ。リランチュは来ちゃダメなんですか。いや来ちゃダメじゃない。言う直しがいない。今日の私服写真撮ればよかった。いつも私服写真撮ればよかったと思って後悔する。もう遅いよ。無視した。無視した。黒糖塩まんじゅう。これ捨てて。賞味期限2ヶ月切れてます。それ沖縄のお土産だよ。え、マジマジ。誰からもらったの。ん、スタッフさん。13分30秒いけるかな。いけなかったら諦める。それ何、誰のやつ。これは若い。そうなんだ。いけたかな。すごいイチゴの匂い。いるんだよな、うなとり丼の丼長がいるんだよ。絶対マジマナちゃんや。前田助さんとラブリーさん、うなとり丼の丼長。かっこいい。笑い方やばい。最上級に笑うとそうなる。いつもあってなる。謝って叩くのは違うと思う。謝って笑うとバカにするのも。じゃあ謝ってごめんね。はい、ごめんね。ってなんで上がるの。誰ドボンするの。あ、しなかった。読めなきゃ、つぼが浅いわ。ちゃんとして。ドボンします。ごめん、マジバラちゃん。ドンチョにドボンしたわ。ドンドン。ドンドン。それは面白くない。それな。次、15分30秒です。リップ。ちょっと早かったか。どんどんって何だよね、本当に。サザビさんとヤッスンさんとマットムさん、ありがとうございます。やめてやめんどくさい。私はお願い社長でもするか。いいと思う。ゆうちゃんがドボンしてるから一緒にすんだって。社長、そう、これさ iPad とはさ違うの。あ、新しく作ってんのか。一緒だよ。ん、同じデータ。そうだよ、同じデータなの。そうだよ。それ連携できるんだ。うん、連携っていうか同じ ID 使ってるから。うーん、同じ ID で入ってる。大丈夫。
次17分30秒なんかお話しして。みんなもやろうや、お願い社長。ドボンの宣伝した方がいいよ、兄ちゃん。上がられた。カビ。うん、今日はそういえばですが、新番組の収録がありました。しげさん、長須和さん、桜の花びらたちさん、ありがとうございます。どうでしたか新番組は。私はどう思いましたか。私は、終わっちゃった。私は、直結に言ったら楽しみなんではないかもしれない。わかんないけど、全然詳細とか分かってないけど、今伝えられた内容だと、楽しみではない。こんなこと言っていいのかな。楽しみではないし、なんか脳みそ今いっぱいいっぱいです。正直こんがらがってる。よく分かってない。そう、みんないたんですけど、19分30秒です。分かんない、こんがらがってる。何がなんだかでも分かってないし、情報が少なすぎるからだけど、みんなもそうなんだ。確かにね、なんかすごかった。私は参加してないけど、収録、なんかみんなが求めてるのがこれなのかもすら分かんない、ね、難しい。爪痕残すとかなかったけど、みんな逆にファンの人はどう思うんだろうって感じだけど、確かにね。天神姫野郎と茨城のナーニャンさんとふくふくさん、ありがとうございます。分かんない、今伝えられた内容で言うと、なんかそんな楽しみではないな、どうなるんだろうっていうのが複雑な気持ちです。みんなもいつ分かるんだろうね。確かにね、こう言ったものはいいものの、なんかどこまでが番組でどこまでがリアルなのかも分かんないから、不安ではあります。ファンの人ってどう思うのかなってっていう感じじゃない、ね、どう思うんだろう。今伝えられてる内容では衝撃じゃない、こうなったんだ。21分30秒です。やりたかったのはこれなのかなっていうのがあるよね。本当にみんなが求めてるのはこれなのかって、みんながこれを見て楽しいって思えるんだったらいいんだけどさ、それじゃないのであれば難しいけど、まあぶっちゃけた話ね。でもみんなそう思ってるんだ。なんかつまらないとかじゃないよねもはや、なんかとりあえずわけわかんない、規模がよくわかんないはってなっちゃった、ブラピさんと僕チャーリーさんと幻さん、ありがとうございます。水坂さん絡んできそうって来てるけど、どうだろう。今のところは
無だね。ここからどうなるかは知らないけど。うん、でも笑える要素も入れるみたいなことは言ってたけどね。ね、みんなが謎だよね。ここまでメンバーがさ言ったものの、なんだろうね、気になる。じゃあ番組やってる期間さ、うん、何でもないわ。これはここでいいことじゃない。まあそうだ、みんなは楽しみなのかな、まあ、番組が始まること自体はね嬉しいではあるが、想像つかないよね。え、テレ東さんっていうことはさ、うん、今日解禁になったはずだけどさ。そうなんだ、うん、時間とか言われた？知らない。も深夜帯24分30秒この内容でさ、何が AKB48 の大逆襲なんだろうね。うん、難しい。いや、とんでもないことになりそうだね。みんな書いてるね、ツイッターに。うん、なんだろう、りょうたアットマーク、とりももしさん、かずさん、KKK さん、ありがとうございます。確かに憶測飛び交うのすごそう。でもそうするしかないもん。それでそれで、話題になってるんだ。どうなるんだろうか。いつ放送だっけこれ、言われてない。7月からとかじゃないんだっけ。7月からだっけ。ねえ、りーちゃんの周りにハエ飛んでるよって、ひどい。これさ、今日昼いたんだけど、このコメントしてくれる人2回くらいしてきたよ。ひどい。次は27分30秒です。7月ってもうすぐじゃんね。でも、うん、
あ、押し忘れた押し忘れた、ごめんなさい。28分30秒でやります、ごめんなさい。ツイッター見てたら押し忘れちゃった。すごい、なんかもう皆さんのツイッターがもうすごい、すごい、なんかもう、もうそれぞれ感じ。楽しみって言ってる人もいれば、もう頭痛いみたいな人もいれば、っていう感じ。待って、また押し忘れたんだけど。ちょっと待って待って。ゆいちゃんも頭はもう崖っぷちでいっぱいです、多分。ごめん。29分30秒。ごめん。もうダメだ。しっかりしよう。29分30秒です。うん、頭いっぱい、なんかよくわかんないけど本当にこれが事実なのかって考えてくる、なるとなんかすごいってなるけど、どうしたらいいんだろうが。でも私もこれやってって言われたらなんか本当に悲しくなるかもしれない。なんかなんかいろいろ足りないから 何も言えないけど、わかんないけど、まことさんとだいすけさんとしゅうさん、ありがとうございます。悲しい、本当に私も悲しい、なんか、うん、なんか私が好きだったのはどこに行ったんだろうって思った。リアルに言うとね、ちょっと私は聞いてし、話を聞いてしかないけど、何の話かっていうと AKB の新番組の話。ファンの人もこれを求めていたのかな。求めてないよ。あ、なんか切れちゃったんだけど通信。うん、なんか超電波悪いんだが、うん、でも番組としては面白いんだと思いますよ、うん、考えますが、まあ、メンバーによっても考え方はそれぞれですからね、うん、楽しみっていうメンバーもいるだろうし、もう私はこんなことしてほしくなかった。ちょっとまだ何も分かってないんだけど、うん、よく分かってないな。もう顔が浮かないよ、りーちゃん。笑って。バッチコイとかどうなんだろうね。危ない。ん？でも7月から始まるかもう分かると思うけどね、すぐ。次33分30秒。そうだね。
まあ確かに誰得っていう番組ではあるよね。うん、でも絶対得する人はいるのよこれで。いやーごめんだけどこんなの、こんなことやんもない。まだ言わないだく。でもこれ毎日悩まされるのやだね。うん、発表されてほしいかも早く。それだったらファンの人と同じ場で知った方が良さそうだったかも。言えないままずっと考えるのはやだな。期待しない方がいいよりーちゃんが言ってる。私出ないけど別に。秋松さんとりょうたとマーク鳥ももおじさんマリンさんありがとうございます。逆にみんなは何を話してるんだろうこのことについて。確かに話してるみんな他のメンバー、他のメンバー。客観的に見れても本当に悲しい。なんかわかんない私が暗く受け止めすぎてんのかな。別に悲しくはないと思う。人によるんじゃない捉え方。不安だけど頑張ってみるみたいな感じ。そうなんだ。まあでも本当にファンの人は待つしかないからあれだね。次は36分30秒です。うん、みんな待つしかないね。ツイッターを見ちゃう。うん、眠くないよ。なんか悲しいだけもう冬のどんちょうに笑っちゃうのもうやめてよなんで今来てるのど深夜なんだ。ど深夜って何時なんだろう。2時とか。2時でこれやるの辛くない何時でも辛いよこれ。いや10時とかでもなんか見てられない気がする。ペロペロチーノさん、シンさん、みちおさんありがとうございます。1時半とかだって。とりあえず
まだ情報が足りなくて追いついてないですが、MC とかいるのかな、わかんない、どんなになるんだろうね。次38分30秒、でもね、楽しみにっても感じ、楽しみにって感じはないと思うけど、でも番組って感じする。よく分かってない、ただそれだけ。仕事って楽しいことばかりじゃないし、今後に関わってくるよね、これはもはや。分かんないけどっていうお話だけどね、今聞いてる限りは、うん、まあ発表待っとて、待っててもろて、ね、何も言えないわ、もう聞かないでも、その時のこれを見たいでよ。あれそう、モカオブアットマークウナピョン、ハットリハットリウナ牧場長、誰牧場長ってVP345DE さん、うん、もうどこまで言ったらいいかも分かんないから何も言わないけど、もうリーちゃんの表情が物語ってます。まあ平和な番組ではないだろうね、知らんが。あ、ドボンドボン、できそうだったのにしてくれなかった。ドボンします。りーちゃんの口に 色味がないから塗ってやるよ塗ってやるよ。次41分30秒、ちょっと待ってね。手島の隅まで言いますね。変わった？クリボーってこんな顔してるよね。クリボーみたい自分。クリボーってなんだっけ？調べて。クリボーって。クリボーの真似。マリオのやつ？うん。クリボーみたい。可愛くてやって画面に映してそれ。群馬あんこさん、アットマークさややみさん、 W 流星さん、あら、クリボーみたい。ちょっと待って、自分で言うのそれ、かわいい、かわいい、怒ってる、ほら。クリボーって雑魚キャラだよ、ゆうちゃん。知ってるよ。キャラとかじゃない。ドボンしちゃった。次43分30秒です。
なんかマリオやりたくなったな。マリオ DS やりたい。 DS DS がいいの。テレテクテテピョン。歌歌歌わなくていいの。歌歌歌歌歌わないと。じゃああとに、あと次でラストにしようかな。43分30秒です。今スイッチってなんかさマリオのさ戦うやつあんの。群馬あんこさん、水戸市民一くんさん、リンゴリンガーさん、ありがとう。マリオオデッセイ、マリオカートはいいわ。マリオなんとか。あ、マリオワールドがあるんだって。気になるな。りーちゃん元気がない。もう今日歌える気力がない。明日にしたら違う。手伝ってあげるよ。オートにしちゃった。ごめん。スイッチは今手に入るんじゃない。りーちゃんが一時期スイッチ欲しいって言ってた時期もあったな。どこ行ったんだか。スイッチ誰かちょうだい。悲しい。リラ悲しい。ちょっと際どいな。危ない。46分30秒でラストです。悲しいって。ピーチー、眠くないよね。本当にこういう感情になっちゃうんだよ。わかんないけど。リンリンが何？三浦さん、秋野和さん、たけちゃんさん、ありがとうございます。わかんない。ファンの質はどういう感情になるんだろう。楽しみっていう方もいるんじゃないかな。りっちゃん、今知ってるメンバーが知ってる情報だけだと元気はなくなる。今ハルピア755を見たけど微妙なご意見が見よう。メンバーの意見も気になるよね。メンバーの意見が一番見たいわ私。終わっちゃった。
そう。またドボン配信するね。ドボンやってる時間平和だったね。この人だよね。誰？え？この人だよね。じゃあ、えちゃん一緒に歌おう。なんかいいよ。その今歌った歌は知らないよ。リラも知らん。歌ったじゃん。でも寂しくわかんない。リーちゃんの方で歌う。歌うよ。100メートルコンビニはゆうちゃんしかわからんで。じゃあゆうちゃんが一番歌うから、リーちゃん二番歌う。やだ、そういうテンションじゃないっす。そうだよね。腰痛。今日はまだやることがいっぱいある。困ったの。いや、もう寝る。嘘でしょ。マジマジマジ。え、風呂は明日入る。マジ。もう無気力。マジか。さすがにちょっとお風呂は無理だから入る。はい。何がいいかな。ちょっと待って、ちょっと待って、間違い。いや、合ってる。何それ。え、あるんじゃないの。これだよ。え、そうなの。じゃないの。だからこうなってるんだよ今。え、そうなの。そうなの。え、どこ行くの君たち。知らないし知らない知らない、それは分かんない。ちょ、マジで歌う気力がないんだけど今。ランキングだけ読んどくね。その間歌決めて。13位ショーゼンジェルアットマークハートさん、ありがとうございます。12位ユーアットマーク特製アニメムナトリドンさん、ありがとうございます。11位マジバナちゃん、ありがとうございます。10位幻さん、ありがとうございます。9位
yk@ 福川りお似合い、今日もお疲れ、おやすみさん、ありがとうございます。8位セリちゃんの中心さん、ありがとうございます。7位台湾中心@超大物なとりどんさん、ありがとうございます。6位ライさん、ゆうな洋服かわいいね、リラおやすみさん、ありがとうございます。5位リンゴリンガーリンゲストさん、ありがとうございます。4位チョロさん、ありがとうございます。3位ゆうきさん、ありがとうございます。2位 TK トンからとマークタイのなとりどんさん、ありがとうございます。そして1位がイナジアとマーク20歳のユナウロルタイさんです。ありがとうございました。はい、いうことにゃん歌いましょう。うん、では歌いたいと思います。これ2番いいよ、知識ゼロ、知ってる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 。1番すら覚えてるか分かんないわ。球技大会をサボろうとしてた、歌って、そうやる気ない男の、ちゃんと歌って、歌分かんないよ、もうやだ歌わかんない、この歌。嘘、やってたじゃん。やってたよ、でも A メロとか歌った記憶ないもん。え、りーちゃんが歌えばいいじゃん。やだ、なんで、りーちゃんの歌だよ。やめちゃった。めっちゃ難易度の高いやつにしたね。これじゃない、え、それじゃないの、時間大丈夫？うん、もう歌うのやめるわ今日。え、あと5分、あと5分じゃ歌えないね。明日歌います。ということでランキングを見ます。13位、トシさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位がアイスカフェさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がアリスガワさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位が流れ者さん、ありがとうございます。そして9位が元気 TH2 号@チーム沖縄、ありがとうございます。そして8位が新ケチさん@うなとリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がアビスボックスさん、ありがとうございます。そして6位がふみさん@ラリラリリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がふみぱんさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がミリアちゃん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がサクサクさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がズーさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん@リラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで明日も朝早いんでこの辺で私は寝ます。え、なんかちょっと、ということで今日も見てくれて皆さんありがとうございました。ではこの辺でおやすみなさい。それではさよならり、バイバーイ、じゃあおやすみなさい。